危険なお絵描きはイギリスの SF テレビドラマドクター・フーのシリーズ2第11話2006年6月24日に BBC1 で初めて放送され脚本はマシュー・グラハム監督はユーロスリンが務めた本作の舞台は2012年ロンドンオリンピックの開会式の日のロンドンである本作では異星人のタイムトラベラードクターと彼の旅の コンパニオン・ローズ・タイラーが孤独な少女クロエ・ウェッパーを調査する。彼女は絵に描いた人々を消滅させる能力を持っていた。本作は却下されたスティーブン・フライの脚本を低予算で置き換えたエピソードである。ロケは2006年に主にカーディフのトレマー・ファエリアで行われ、他のシーンは1月と2月にカーディフとニューポートのスタジオで撮影された。グラハムは当初、 後に放送されることになる暗いフィナーレを和らげる子供向けのソフトなエピソードを執筆するよう依頼された。本エピソードはイギリスで714万人の視聴者数を記録し、評価指数は83であった。本作は住宅地を舞台にしたことと演技が、批評家から高い評価を受け、型通りで普通のプロットであることが批判された。 グラハムはこのエピソードを楽しんだ子供たちから手紙を受け取ったが、後に大人のファンからの反応が良くないことも知った。脚本家、マシュー・グラハムは番組責任者ラッセル・ティ・デイビスに本作が予算を削減された上に舞台が住宅街になることを告げられたが、それでもエピソードの執筆を依頼されたことに興奮した。グラハムは2011年に、 さらに暗いフィナーレが続いて放送されるため、大人や年配のドクター風のファンよりも子供たちを対象にしたエピソードを最初から作り始めたと主張した。デイビスは特別に77歳の息子のために執筆するようグラハムに依頼した。本エピソードの初期草案は、クロエ・ウェバー・ディストロース・ザ・アースというタイトルで、後にユー・アー、エイバット・カール、クロエ・ウェバーに改められ、 そのうち一つは別の惑星を舞台にしていた。オリンピックスタジアムに使用された、カーディフのミレニアムスタジアムトリッシュウェッパー役、ニーナ・ソシャーニャートケル役、アブドゥル・サリスは2003年の映画、ラブ・アクチュアリーに出演していた。クロエ・ウェッパー役のアビソラ・アグバイは、キャスティングディレクターのアンディ・プライオーが、役のオーディションを行っていた、課外活動のドラマクラブで見つけ出された。アグバイは、 クロエの通常人格とアイソラスに憑依された状態の両方を演じ、後者はアグバエ自身も気味が悪いと感じた。アイソラスとして演技する際には彼女は囁き声を出す必要があり、ポストプロダクションでエコーが加えられた。彼女はハスキーボイスだったため囁くことに難しさを覚えた。アグバエが絵を描き、シリーズのストーリーボーダーであるシャウン・ウィリアムズが、 食器棚に父親を描いた。危険なお絵描きはイギリスで2006年6月24日に BBC1 で初めて放送された。イギリスでの東野の視聴者数は660万人で番組視聴選挙率は39.7%を記録した。視聴者数の最終合計値は714万人でその週の BBC1 の番組で12番目に 視聴者が多かったことになる。本作の評価指数は83を記録した。日本では2007年2月27日に NHKBS2 で、2008年2月19日に NHK 教育で放送された。2011年3月27日にはララ t v で放送された。グラハムはこのエピソードに満足しており、エピソードを楽しんだ子供たちからの手紙も受け取った。 より年上のファンが否定的な反応を示したと知った際、彼は、ああ、彼らは恥ずかしがっているが、それは彼らのためではなかったということだと発言した。イグンのアフサンハクは本エピソードを10段階評価でご、とした。彼は、終盤の母と娘の結びつきが機能したとして、演じた黒いウェッパーとしてアグバイの能力を十分と評価し、気味の悪さを発揮したとコメントした。 一方で彼は本作を平坦かつ形式通りと呼び、そのすべてをやや面白みにかけると論評した。また、スタジアムから観客が失踪して、ドクターが聖火ランナーを引き継ぐといった場面については、意味がなく、エピソードを不必要に大げさにするだけの役に立った、苛立たせるように自己を美化する瞬間と酷評した。彼は、本作とテレビの中に住む女を比較し、後者の方が、 はるかに面白く、危険な、お絵描きは、独創性とユーモアに欠けると感じた。SFX のデイブ・ブラッドレイは、危険な、お絵描きに5段階評価で3をつけて、普通と表現したが、壮大な冒険がやってくる前の一息と考えた。彼は、劇中の会話を一部褒め、行動を一つの屋内作業に制限する、閉所恐怖症の効果と考えた。 ナウプレイングのライターであるアーノルド・ティー・ブランバーグは本作をビートした。彼はゲスト出演者を適切なだけであると感じ、アグバエの演技をまともではあるが印象に残るわけではないと表現した。また彼はストーリーはたどたどしく感じられたが、ドクターとローズの楽しい関係と良い印象の終幕のためうまく機能したと表現した。2011年、 SFX は本エピソードの賛否両論を示す記事を発表した。ディフェンスではマイナーな役が多く演じられた中でソサーニアとアグバエは非常に良い演技でローズのルイスケ部ブとドクターのモースケ部ブとしての役割が見られて素晴らしいとし典型的な住宅街で異常現象が起こることとモンスターの登場がなかったことが効果的であったと考えた。一方でプロサキューションでは 安っぽい終幕のチープな埋め合わせと表現され、モンスターがいないことにもひどく失望したと書かれた。トップレスロボットからは本作に対して10代目ドクターのエピソードで3番目にひどいものという落印を押された。2009年のドクトル風マガジンで読者によって行われたドクター風のストーリー全200話の格付けでは、危険なお絵描きは200話のうち192位につき、 新シリーズで最低位を記録した。2014年のドクトル風マガジンで読者によって番組50年分前話のランク付けが行われた際には危険なお絵かきは241話中の240位に転落し、新シリーズで最低というだけでなく、クラシックシリーズも含めたすべてにおいて最下位から2番目となった。なお、最下位は6代目ドクターが初めて本格登場した。 雑音ジレンマだった。ありがとうございます。